どうも皆さんおはようございます。工藤です。5月3日の火曜日朝の6時2分でございます。はい、おはようございます。今回はちょっとネットフリックスに関するお話をしようかなと、はい、思います。昨日ね、朝の配信の前半部分かなで、ちょっとだけネットフリックスのオリジナルアニメーション映画バブルのね話を、バブルの話をしたっていうか、バブル見ますよみたいなね、ちょこちょこっと少しずつ小分けにして映画見ようっていう話をしたんですけど、で昨日ちょっとね、時間があったので、でバブルをネットフリックスで40分ぐらいかな、見まして、で今日は結構さらにね時間が空いてるということで、全部見切れるんじゃないかなというふうに思っております。はい。で、バブルっていう作品はネットフリックスの、オリジナルアニメーション映画になりますので、当たり前だけどネットフリックスの独占配信になっています。はい。なのでネットフリックス以外で見ることっていうのは、できないわけですよ。だからもうバブルを見るにはネットフリックスを契約してネットフリックスで見るしかないんだよね。だからネットフリックスで快適に見れないともうどうしようもないんだよね。他の作品だとさ、例えばネットフリックスでも U-NEXT でもアマプラでも配信されてますみたいなことが、あったとして、例えばいつもは U-NEXT で見てるんだけど、なんか今日 U-NEXT 調子悪いなとか、なんか急になんかくるくる回るやつ、ローディングみたいな感じでくるくる回るやつが出てきて全然再生されねえじゃんみたいなことが、たまにね、U-NEXT そういうことたまに、前もねちょっとだけあったんだけど、そういうことがあった時に、じゃあ今日この作品見れないのみたいな感じになると、ちょっと嫌じゃないですか。でもそういう時に例えばアマプラとかネットフリックスでも配信されているんであれば、じゃあ今日はちょっとアマプラの方で見ようかなとかね。アマプラはね、作品数的にはそんなに多くないじゃないんですけど、ある程度でも網羅されてはいるかな。でもね、本当にマニアックな作品がそんなにないっていうところではあるけど、結構ちゃんとね、なんていうの、私30作品ぐらいね、今期見てますけど、その中でもやっぱり、結構たくさんの人が見るんだろうなっていう作品はちゃんと抑えてるっていう、ところではあるので、例えばさ、今回のアニメのラインナップをチラチラちょっと見てみると、乙女芸世界のやつとか、骸骨騎士様、出会いもん、街角魔族、盾の勇者、パリピ孔明、デートアライブ、本好きの下克上、スパイファミリー、RPG 不動産、バーディーウィング、格好の許嫁、式守さん、かぐや様、社畜さんは幼女幽霊、でヒロインたるもの、かぐや様、処刑少女、ヒーラーガールって感じかな。リアデイルの第一に手が、リアデイルの第一に手がアマプラで配信されとる。マジか。リアデイルの第一に手っていうのは2022年の冬かな。そう、前のクールで入ってたんですよ。ただ、D アニメだったかな、 D アニメかなんか限定で、配信されてたんで、見れなかったんですよ、私。なんですけど今見たらなんかアマプラで配信されてますね。おそらくその D アニメだったかな、独占配信がなくなったんだろうね。はい。ああいうのって大体、期間限定のものもあれば、 Netflix みたいにもう自社でねお金出して作ってたりするともうずっと独占っていう場合もあったりするんだけど、リアデイルの第一にては、だから期間限定の独占だったってことなのかな。はい。とか、くのいち椿とか、アハレンさんとか、
うん、鍵などとかね、本当にね、ちゃんとしたって言うとあれだけど、うん、まあ、ユネクストはユネクストで、結構そのマニアックな作品も、もうちゃんと押さえてくれてるっていうところがね、うん。あ、またしかもユネクスト、ちょっと全然関係ないけど、プレリュード、フルーツバスケットのプレリュードが、テレビシリーズの総集編に新規エピソードを追加した OVA が配信されてる。ユネクスト独占だしかも。まあ、ちょっと有用ですけどね。ユーネクストもね、だからアニメ作品がどんどんね、あ、ユーネクストでもリアデールの大地が、大地にてが見れますね。見たかったんですよね、これね。うん。まあ、ちょっと余裕を見てみようかなと思います。うん。まあ、ちょっとそれはちょっと全然話それちゃったんだけど、まあ、ユーネクストであれば、マニアックな作品、マニアック、そうだな、さっき言った中に入ってないやつといえば、勇者やめますとか、このヒーラーめんどくさいとか、うん、まあ恋は世界征服の後では FOD 独占なんで、まあ、もちろん見れないんですけど、お金を払えばね見れるんだけどね、史上最強の大魔王とか、鬼パンとかね、ヤトガメちゃんとか、うん、まあ、そういったところ、境界戦記もどうかな、まあ、境界戦記は YouTube でも見れるんだけどね。ガンダムチャンネルで。うん。まあそんな感じで、だから、いろんなところでね、配信されてる作品っていうのは、そういう意味でまあ強いっちゃ強いんですよね。うん。どっかの配信サイトが、なんかちょっとサーバー調子悪いのか分かりませんけど、なんか調子悪いっていう時は、他の配信サイトでも補うことができるっていうね、うん、ことです。はい、だからさっき言ったようにアマプラはあんまりね、まあそんなに私も使ってないっていうのもあるんだけど、今までアマプラは、うん、調子悪くなったことはないですね。うん、視聴回数がそもそも少ないっていうのもあると思うけど、 Unext はもうバリバリ使ってるんだけど、たまーにあるんだよね、たまーに調子が悪いなっていう時がね。で、まあ、ちょっとね、だいぶ長くなっちゃったんだけど、今回の本題ね、今回の本題は、まあ、ネットフリックスなんですよね。うん。ネットフリックスは、まあ、素晴らしいサービスだとは思うんだけど、ね、これ前も言ったんだけど、ネットフリックスね、なぜかね、画質が悪くなるんだよね。うん。まあ、ネットフリックスって見る方法っていうのは、そのデバイスとかのことを言ってるんだけど、いろいろあると思うんですよね。おそらく一番多いのはスマホのアプリ、まあ iPhone かな、多分 iPhone の Netflix アプリを使って見る人が多分一番多いんじゃないかな。うん。でその次に Android とかかな。あ、でもな、Amazon の Fire TV とかで見てる人もいるかもね、結構ね。うちの母親がそうなんですけど。うちはテレビがあって、で、テレビにね、Fire TV、Amazon の Fire TV スティックじゃないな、Fire TV キューブかな、を接続して、で、その中に、Unext とか、Netflix とか、Amapra とかね、たくさん入ってるんですけど、それを使って見てる、韓国ドラマとかを見てるっていうことがまあ多いかな。うん。おそらくそれについて、Android のスマホアプリで見てる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、私はですね、基本的にアニメとか、まあ、映画もそうなんだけど、見るときはパソコンで見ることがほとんどです。はい、スマホで見ることはね、まずないね。うん、まずない。それは Unext もそうだし、アマプラも Netflix もそうなんだけど、基本的にアニメとか映画をスマホで見ることはまずないかな。スマホで見るのは YouTube ぐらいですかね。YouTube はパソコンでもスマホでも見るんだけど、まあ、今回のね、そのバブルとか、Netflix のオリジナルアニメのバブルとかも、だから私はパソコンで見てるんですよ。うん。っていうかパソコンで見たいんだね。うん。スマホでももちろん見れるんだけど、そのスマホのちっちゃい画面をね、ずっと見続けるのがちょっときついんだよね。アニメとか映画だと。
YouTube とかだとなんかご飯食べたりするときにポンって置いといて、なんか軽くバーって見て、適当になんかこうながら見じゃないけど食べながら見るみたいな感じで、私は YouTube をねご飯時に再生したりして見てるんですけど、まあ、アニメとかはやっぱりなんか自分の部屋でちゃんとね、まあ、テレビもあるんでテレビの大きい画面に映してみたいんで、だから基本的にはパソコンで再生して、それをこうディスプレイとしてまあテレビに出力するみたいな感じで見方をしてるんですよ。うん、で、まあ、ここはまたあの何のパソコンを使ってるかにもよると思うんだけど、私は Windows 10を使っております。はい。私はパソコンは Windows 派、まあ派というか、うん、まあ、仕事ではね Mac を使ったりもしてるんですけど、やっぱりね慣れてるっていうのもあったり、まあ、昔から使ってるのもあるのかもしれないけど、Windows の方が好きなんですよね。うん。使い勝手の面とかでもね、うん、で Windows を使ってるんですけど、で Windows のパソコンで Netflix を、見るってなると、まあ いくつかとか2つかな、うん、2つ方法があって、もしかしたらもうちょっと細かく分ければあるのかもしれないけど、一応2つあって、1つが Windows 10用のアプリケーション、Netflix のアプリケーションがあるんですよ。Windows 10用の Netflix のアプリね。多分これ Microsoft Store とかに行けばあるのかな。うん。とかで多分いろんな、それこそ Unext とかもあるのかな。いや、ないかな。うん。その Microsoft のストアに行って、Windows 10のパソコン用で使えるアプリケーションっていうのがたくさんあるんだけど、その中に Netflix のアプリもあったりします。はい。それをインストールしてそれで見る方法がまず一つで、もう一つが、こっちが私が普段 Netflix を見るときに一番利用している方法なんですけど、ウェブブラウザーで Netflix にアクセスして見るという方法です。はい。ちなみにブラウザーはね Chrome を使ってます。はい。クロームを使っていて、クロームで Netflix にアクセスして、で、見るっていう方法ですね。はい。んで、こっからがまあ、本題というか、ずっと本題ではあるんですけど、まあ、結局何が言いたいかっていうと、Netflix を、その、まあ、さっき言ったように、ブラウザとかね、Windows の、Windows 10用のアプリで見る方法があるんですけど、あのね、どれで見てもね、なんかね、画質悪いんだよね、やっぱりね。うん。そう、画質が悪くて、あの見ててもね、ちょっとイライラすんだよね、本当に。本当に前も言ったんだけど、これ私だけなのかな。その、スマホとかで見てる人の方がやっぱ多い。さっき言いましたけど、スマホで見る限りはね、あんまりそういったことないんだけど、おそらくね、スマホであんまり見ないから、ちょっとなんとも言えないんだけど、おそらくないんじゃないかなと思うんだけど、なぜかね、パソコン、Windows 10のパソコンで、Netflix アプリと、まあ、ウェブブラウザーで見ると、なぜか画質がすんごい悪くなるんですよね。調子いいときはね、なんかね、ずっと調子いいんだけど、急になんか、なんか荒いなと思って見てると、急にこうまたさらにガガッて悪くなって、うわはぁみたいな感じになるんだよね。うん。そうだから今回のバブルも見てて40分ぐらい見たって言ったんですけど、見ててね途中で画質が悪くなるからね、なんかねイライラするんだよね。うん。集中して見させてくれないというか、うん。だからネットフリックスで画質が悪いからって言って、ネットフリックスの独占配信になってるので、だからその冒頭で言ったように、Unext で見ようとか、アマプラで見ようとか、そういったことができないんだよね。だからもう、バブルとか、ネットフリックス独占配信されてる作品に関しては、もう、どうにかしてそのネットフリックスの画質を綺麗に維持したまま見たいんだけど、なぜか安定しないんだよね。なんでなんでしょう、これ。で、
ちょっと昨日調べたんだよね。さすがにそのバブル見てて、もう、いやーと思って、もう無理ってなって、ちょっと調べたんですよ。まあ前もちょっと調べたんだけど、あんまり解決方法見つからなくて、ちょっと調べたら、とある、これなんだろう、エキサイトニュースっていう記事か、サイトなのかな。エキサイト .co.jp っていうね、ウェブサイトがあって、そこの、まあ、記事に書いてあることなんですけど、パソコンで Netflix をフル HD 画質で楽しむ方法っていうのが書いてあります。はい。で、これの記事によるとですね、Google Chrome、まあ、私が使っているブラウザですね、Google Chrome、ウェブブラウザの Google Chrome だとか、あと、Mozilla かな。Mozilla。これ、Mozilla だっけ？ちょっと名前忘れたな。Mozilla？ Mozilla？ ちょっと待って。さすがに、ちゃんと言っとかないと。Mozilla。Mozilla か。うん。Mozilla の、Firefox っていうね、あのブラウザーがあると思うんですけど、その Chrome とか Firefox で、Netflix を再生しようとすると、画質がですね、720p の、要は、ハイビジョン。HD 画質で、まあ、止まってしまうらしいんですよね。うん。なぜかわかんないけど。そう。だから普通に、まあ私の場合は Chrome ですけど、Chrome で、Netflix にアクセスして動画を見ようとすると、まあ、どうしてもね、その 720p の画質にしかならないらしいんだよね。で、720p の画質って何っていう人は、まあ、YouTube がわかりやすいのかな。YouTube で、まあ、画質設定できると思うんですけど、そこで、画質、YouTube のパソコンだと右下かな。スマホアプリだと右上かな。とかに、まあ、歯車マークがあると思うんだけど、うん、探せばね。そこの画質っていうところを探すとね、触ると、まあ、1080p で HD、あと 720p、480p、360p、240p、144p みたいな感じで書いてあって、まあ、いわゆるその 720p っていうのはその 720p って書かれた画質です。はい。で、1080p、まあ、フル HD ってやつだね。に、YouTube はまあ普通にできるんですけど、ウェブブラウザとかでもね、できるんだけど、Netflix のウェブ版っていうか、ウェブで見る Netflix っていうのは、もうね、720p までしかいかないという風になってるらしい。うん。それすら知らなかった、最初。最初っていうか、この記事見て初めて知った。え、そうなの？みたいな。うん。だからそもそも今まで見てきたのは、だから、720p で私は見てたんだよね。うん。それにまず驚きでしたね。え？ Netflix って、え？みたいな。うん。で、Chrome と Firefox は標準で、720p 止まりっていうふうに言ったんですけど、Microsoft Edge っていうね、まあ、Microsoft が出してる標準ブラウザーがあるんですけど、と、さっき言った Netflix のアプリ、Microsoft Store でインストールできる Netflix アプリで、見る場合は、何もしなくてもフル HD、要は 1080p に対応しているらしいんですよね。うん。らしい。そう。だから、Netflix、を要はフル HD で見たいんだったら、Netflix のアプリ、今はね、その Windows 10のパソコンで見る場合の話ね、スマホで見る場合はあんまりこの辺の話関係ないんだけど、パソコンで見たい人は Netflix のアプリを使って見るのがいいというふうなことになるんですが、Netflix のアプリ、まあ、もちろん私もね、入れて試しました。試したんだけどね、全然画質良くないんだよね。安定しない。うん。まあ、おそらく対応はしてるんだけど、再生してもね、全然画質良くないんだよね。めちゃくちゃ荒くて、もう見れたものじゃないっていう感じ。まだブラウザで見た方がいいっていうレベルで、全然良くないんですよね。
ちょっと一回起動してみようか、ネットフリックスのアプリ。これアップデートかけなきゃダメとかなのかな。ちょっと待って、マイクロソフトストア。あ、マイクロソフトストアで、ネットフリックス。これか。ネットフリックス。あ、でも、レビューが 2.8 だもんな。うん。レビュー 2.8 だよ。あ、でもブラウザ版よりもいいって書いてる人もいるな。ブラウザ版では対応しない HDR と 5.1 チャンネルに対応しています。PC でもアプリ版に統一してリソースを集中してほしいと思います。ドルビーアトモスも対応してほしい。なるほど、 5.1 チャンネルに対応していると。ただレビューが 2.8 なのがバグが残って見れない時が多々ある。クソアプリ、未だに配信更新日も反映されない場合にはある。欠陥が多すぎる。マイクロソフトエッジで見ましょう。まああとね、そのネットリックスってそのなんだっけ、プレミアとかプレミア版とかスタンダードプランとかね、なんかいろいろプランがあると思うんだけど、うちはねスタンダードプラン、一応真ん中のプランで契約しています。はい、一番上のプレミアプランだっけとかにするとね、 4K のコンテンツが楽しめたりするんだけど、私の家は 4K を楽しむためのあのテレビとか、まあ、コードとかが揃ってないので、うん、まあ契約してもしょうがないんだよね。うん、だからスタンダードプランで見ているんだけど、まあ、スタンダードプランでもね普通にフル HD は対応してるはずなんで見れるはずなんですけど、でもね全然ダメだね。私のパソコンが良くないのかな。うん、例えば今ちょっと音出ないな、音出ないけど再生してみると、バブルね、再生すると、あ、なんか画質いいな。やっぱりアプリがどうかっていうよりも、なんかあれなんかな、その、いやでもね、ネットで調べると画質が悪いって、ネットフリックス画質が悪いって調べると、なんかそのインターネットの回線が安定しないとかどうとかって書いてる人いるんだけど、私、有線で接続してるんですよ、パソコンね。有線。有線で接続して、で、速度 360Mbps とか出るんですよ。なのに遅いからね。遅いっていうか、その、なんか、バババババって、なんかブロックノイズみたいな感じになるんだよね。うん。ブロックノイズが画質が悪くなるんだよね。なんか調子いいな。朝だからかな。いや、本当にね、安定しないんだよな。うん。今ちょっと再生してみたら、ちょっとなんか調子良かったみたいだけど、なんかね、安定しないんですよ。はい。で、まあ、ネットフリックスアプリで見てもね、いいんだけど、まあ、さっき言ったように、安定しないっていう部分があったりするので、なんとか、まあ、しかもネットフリックスアプリをわざわざ立ち上げなきゃいけないからね。うん。ちょっとめんどくさいなと思って。ブラウザーでね、もう常に開いてる状態なんで、ブラウザーでなんとか綺麗に見れないかなと思って、この記事をね見つけたんですけど、でこの記事によるとですね、Chrome で Netflix を見る際にフル HD の画質で見るための方法っていうのが記載されていて、それどうしたらいいかっていうと、Chrome の場合はですね、 Netflix 1080p っていうね、Chrome の拡張機能っていうのが Chrome Web Store で、公開されています。それを利用することで Netflix を Web ブラウザーで 1080p フル HD の画質で見ることが、できます。はい。そういうことらしい。で、Firefox の場合は、なんか Firefox Add-on かな？ Add-on かな？
の中に Netflix1080p っていうのがあって、まあ、それを使うと、まあ、見れるらしい。うん、まあ、私は Firefox 使ってないんですけど、うん。で、ウェブ版のその Netflix の現在の画質がどうなってるのかどうかってちょっと調べる方法があるらしくて、はい。Chrome とね、Firefox ともにね、対応してるっぽいんだけど、ウェブ版のネット、例えばね、Netflix で、まあ、何か再生しますよね。まあ、アニメでも映画でも何でもいいんだけど、再生して、で再生中に、Windows ね、Windows の Ctrl、Alt、Shift、プラス D、4つのキーを、まあ、同時に押すことで、なんかね、私も実際やったんだけど、再生中の画面になんか白い文字で、なんかいろいろ出てくるんでね、情報が、わーって。なんか再生情報のらしいんだけど、うん、いっぱい出てきて、で、その中に、画面の真ん中あたりかな、に、プレイングビットレートっていう項目があって、で、そこにね、画質が書いてあります。ちょっと今試しにやってみようか。例えばバブル。うん、朝は結構さ、調子いいんだけどね。うん、で、再生しましたね。今、ちょっと音出てないから、皆さんにちょっと伝わりにくいんだけど、再生してます、今、バブルを。で、それで、コントロール、オルト、シフト、D を押すと、ですね、まあ、上からバージョンとか、あと ESN、PBCID とか、ユーザーエージェントとかね、うん、出てくるんですよ。まあ、この辺、もしかしたら私の、なんかパソコンの、なんか、個人情報的なものなんで、細かいことは言えませんけど、うん。言えませんけど、その中の、まあ、真ん中あたりだね、プレイングビットレート、括弧 A スラッシュ V って書いてあって、そこにね、まあ、ちょっといろいろ数値が書いてあって、で、括弧して、1920×1080 というふうに書いてあります。はい。なので、すでに私はね、Chrome の拡張機能すでに入れてるんでね、こうなってますけど、これ入れる前はね、多分1270だっけ？確か、違ったっけ？1270×720p みたいな、確か、感じで、多分書いてあると思います。はい。まあ、標準だとフル HD のやつに対応してないので、もう 720p で見てたんですけど、この Chrome の拡張機能を入れることで 1920×1080。まあ、つまりフル HD の画質で見ることができると。いう風になってます。はい。で、この白く出た画面をね、消すためにはね、また、コントロール、シフト、オルト、D をね、押せば消えます。はい。ってな感じで、Netflix の、ウェブ版で見る場合でも、フル HD で見る方法っていうのは分かりました。はい。まあ、Chrome であれば、Chrome の拡張機能、Firefox であれば、Firefox の拡張機能みたいなやつを、まあ、入れれば、ウェブ版でもフル HD では見れると。うん。まあただね、さっき、ちらっと言いましたが、Netflix のアプリで見る場合は、なんか 5.1 チャンネル対応してるとか、うん。ただ、ドルビーアトモスは対応してないんだっけな。うん。ただまあ 5.1 チャンネル対応してるとはいえ、結局 5.1 チャンネルを再生するためのね、機器とか、スピーカーとかヘッドホンとか対応してるやつがないと、まあ、意味がないってないんだけど、だからあんまり気にする必要はないかなと思うんだけどね。ガチでそういう音楽環境を揃えたい人はまあ揃えれて、そういうね 5.1 チャンネル再生できる方で見た方がいいと思うんだけど、まあ、私は基本ステレオなので、うん、まああまり気にする必要ないかなということでウェブ版で見たいんですよね。うん。で、拡張機能入れてね、見てみたんですよ。うん。これで解決やと思って。これでもう、Netflix の画質問題に悩むことはないと思って、喜んでたんですけど、結局ね、入れて、見たとしても、結局画質悪くなります。うん。うん、結局。これって結局、さっき入れた拡張機能って、最大の要は画質を 1080p に対応っていうか 1080p にするっていうだけであって、
そのネットフリックスの画質問題そのものを解決するっていうことではなかったらしいですね。うん。そのね、一回その喜んだんですけど、お 1080p フル HD やと思ってずっと見てたんだけど、結局途中で画質が悪くなって確認したらなんか 720p よりも低い状態になってて、はぁーみたいな、結局かダメかみたいなね、うん、感じでございます。はい。一応ねアカウントとかで再生設定っていうのがいじれたりするんだけど、そこで画面別のデータ使用量とかもあの高にしてるんですよ。最高画質および音質で HD で 3GB1 時間で、ウルトラ HD で 7GB1 時間あたりっていう風にしてるんだけど、それでも、ね、やっぱね画質悪くなるんだよね。だから本当にね、ネットフリックスのこの画質安定しない問題をマジでなんとかしてほしいなとは思うんだけど、本当にアマプラとかユーネックスとはねマジで安定するんだよね。まあちょっと昔はユーネックスもちょっと安定しなくてあれってなった時もあったし、たまに動かなくなる時もあるんだけど、でも 95% ぐらいは本当に安定して見えるので、めっちゃ満足してるんですけど、 Unix とはねその辺がねもうめちゃくちゃ不満。コンテンツはまあ悪くはないんだろうけど、不満ですね。まあバブルが出た、その配信がね公開されたばっかりでアクセスが集中してるとかっていう可能性もね、しかも今日の映画トップ10過去日本の1位に輝いてるから、バブルが、そういうのもあるのかなとは思うんだけど、でもそれで画質悪くなるんじゃさ、みたいな、感じなんで、本当になんとかしてほしいんだけどね。はい。フリックスさんはまあ、やっぱスマホで見る人が多いからそっちの方はちゃんとやってるけどみたいな感じなんかな。ちょっとその辺の詳しいことは分かりませんけど、本当にね、そもそも Chrome で標準でフル HD 対応してないっていうところがまずちょっとってなりましたよね。なんで 720p なのみたいな、フル HD 対応させろやみたいなね、感じになっちゃいましたね。はい。というわけでちょっと朝からねちょっと愚痴っぽい感じにねなってしまいましたが、まあ結局この配信で何が言いたかったかっていうと、Netflix の画質が悪い問題を解決するために、Chrome の、拡張機能 Netflix 1080p っていうものを入れてみて、でウェブ版の Netflix でもフル HD での画質で見れるようにしてみたんですが、結局 Netflix の画質がちゃんと安定するっていうことはちょっとなかったというお話でした。はい。まあ今日もねちょっとバブル見てみますけど、おそらく安定しないんじゃないかなとは思うんだけどね。時間帯でねやっぱ画質がいいとか悪いとかってなるとちょっと困るよね。めんどくさいです。いつ見てもちゃんとね 1080p フル HD で安定するようになってほしいなというふうに私は思います。はい。はい。というわけで、まあ何かしらね、あの同じような環境で Netflix を見てる人がいて、まあなんか参考になればいいかなと思っております。はい。今後もなんか Netflix の画質のね解決方法とかちょこちょこ探っていこうかなとは思っております。はい。もし詳しい方がいてこうすると治るよみたいなのがあれば、ぜひあのコメントとか、で教えてくれると、まあ、嬉しいなと思います。はい。それでは、今回の配信はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。
バイバイ。